レニー・パウエルは、米国人女子プロゴルファーで、ルプがツアーをベースにプレーした。現在は、オハイオ州、イーストカントンで家族が経営する、クリアビューゴルフクラブのヘッドプロをしている。ルプがツアーでプレーした、史上二人目の黒人女性である、ゴルフコースを経営するビル・パウエルの娘として、オハイオで育ち、幼少の頃にゴルフを始めた。10代で、 いくつかのユースアマチュア大会に優勝し、オハイオ大学やオハイオ州立大学の女子、ゴルフチームのキャプテンも務めた。1967年にプロ転校、70年代にはキャリアアップのため英国に渡り、英国 PGA に所属した。1977年には男子のゴルフトーナメントに出場した初めての女性となった。1980年に引退。 テレビのコメンテーターとなり、1995年には、クリアビューゴルフクラブのヘッドプロに就任した。オハイオ州ゴルフ伝道のメンバーであり、シグマガンマローソロリティのメンバーである。2017年に、PGA オブアメリカの伝道メンバーにも選ばれた。オハイオ州、イーストカントンで生まれる。3歳でゴルフを始めた。父親ビル・パウエルは、米国内において、自分で、 ゴルフ場を建設し、これを経営した初めての黒人であり、レニーのために子供用のクラブを自作し、打ち方も教えた。幼年期には特筆すべき出来事はさほどなく、普通の子供同様アーチェリー、バレー、バスケットボールなどの様々なスポーツで遊んでいた。トラクターを運転して、父親のゴルフコースのメンテナンスも手伝った。 12歳の時初めてアマチュアのゴルフ大会に出場し、クラス優勝した。3年後の1960年には30以上のユース大会に優勝していた。1961年までに優勝数は50を超え、毎日父親のゴルフ場でプレーしていた。グレートレイクスバンタムゴルフトーナメント、コロンビアーナ軍オープン、クリアビューゴルフクラブジュニア、シックスシティレディース。 タイヤタウンオープンレディース、ビークルシティターニー、そしてミッドウエストディストリクトジュニアなどに優勝した。アクロンビーコンジャーナルは彼女をバンタムゴルフ賞の女王と呼んだ。1962年には全米女子ジュニア選手権に黒人として初めて出場した。この大会のマッチプレイ1回戦で優勝候補のアン・ベイカースを破るバンクルは背を演じた。1963年、 アクロンタイアタウンオープンで3回目の優勝を果たし、1963年の全米女子ジュニアに再び出場した。1964年夏、ライルシボレー女子ゴルフトーナメントというサドンデス方式の大会で優勝。1964年のウガナショナルオープンの優勝候補とみなされ、実際ローアマチュアタイトルを獲得した。1964年に、 セントラルカトリックハイスクールを卒業し、オハイオ大学に入学、その後、オハイオ州立大学に編入した。ウでは、言語療法と聴覚療法を専攻したが、OSU では、社会学に変えた。いずれの大学でも、女子ゴルフ部のキャプテンを務め、OSU では、全米で、7日寄った大学ゴルフ部の中では、黒人初のキャプテンとして、皆を統率した。 彼女がオハイオ州ゴルフ協会のトーナメントに出場したい、意向を示した際、OSU は彼女を全面的にバックアップし、パウエルがプレーすることを許されなかったら、OSU はゴルフ協会を脱退すると声明発表まで行った。クリアビューゴルフクラブのグリーン通算で250以上のプロゴルフ大会に出場した。1967年、 ルプガニその史上二人目の黒人として加入した。ルプガニ加入した初年は黒人がゴルフをするのを見ることを好まない人々から殺すといった脅迫をしばしば受けた。大会公認の指定ホテルであるにもかかわらず彼女の宿泊を拒否するホテルも少なからずあった。カナダ人ゴルファーで友人のサンドラポストと共にツアーを回っていた際パウエルの部屋を確保するのに二人で度々 駆けずり回ったという。時にはレストランへの入店を断られたこともあった。パウエルはそんな時に言いたくはないけど、あなたがカナダ人だから断られたのよ、とジョークを言ったという。ゴルフの収入だけでは生活できなかったので、ウィルソンスポーツグッズの店舗でゴルフクリニックのインストラクターをしたり、優勝のエキジビションプレーをした。両親も金銭的支援を惜しまなかった。 1969年、ルプガは、その加入メンバーは、全員が一体不可分のものであるとし、このことを大会実施予定のすべてに事前にアナウンスを行って、問題発生を回避する動きを示した。パウエルは1973年、オーストラリアのクイーンズランド州、サーハーズパラダイスで開催された、ケリースプリングフィールドトーナメントで優勝した。 彼女の最終ラウンドのスコア67はコースレコードだった。彼女はアフリカを25回訪れ、滞在期間中に各国の国家元首やその他の人々にゴルフを教えて回った。彼女は1971年に嘘による異問巡回に参加、ベトナム戦争が最も激しかった時期の米兵異問も言った。彼女はパティバーグとも友人関係にあり、 時に励まされたり、またゴルフクリニックの開催方法についてアドバイスを受けたりもした。1970年代、パウエルはキャリアアップのため英国に渡り1975年にはセントアンドリュースのオールドコースで初めてプレーした。短期間だがシルバーミアゴルフクラブでヘッドプロを務めたが、これは女性としては初めて役職だった。その後、 英国 PGA に所属し、1977年には、サリー PGA 選手権という男子大会に出場した。これは英国において、男子大会に女性が出場する初めての出来事となった。ハロッツ百貨店向けにゴルフグッズのデザインもいった。当時ただ一人の著名な黒人女性ゴルファーだったこともあり、日頃は、ここの人を演じていたという。1980年に、 ルプガから引退。250以上のルプガツアーの大会に出場した。引退後は ABC や CBS のテレビ解説者になった。1995年には父親が人種的、社会的差別のないクラブとして1948年に設立したクリアビューゴルフクラブのヘッドプロに就任した。クリアビューにおけるパウエルのマネージャーとしての働きをルプガも認識し、 クリアビューを75ガールズゴルフクラブの一つとして認定した。女性退役軍人向けのクリアベホープという名のリハビリテーションプログラムも運営している。これは北オハイオの退役軍人の無料ゴルフプログラムでレクリエーション及びセラピーを目的としたものである。2019年、パウエルは PGA オブアメリカの無認証役員に選出された。パウエルとその家族は 1992年に国立ゴルフ財団からジャック・ニクラウスゴルフファミリーアワードを受賞した。1996年には全米プロゴルフ協会メンバーとして選出された。ルプガは1999年に彼女にサービス賞を授与した。2003年、PGA によりゴルフのファーストレディ賞を受賞した。2013年、スターク軍のアマチュア殿堂に選出された。 2016年にはブラックエンタープライズ氏のウィメンオブパワー賞を受賞。2017年には PGA アメリカ伝道入りした。父親も同時に受賞し、父子が同じ賞を受賞する初めての事例となった。受賞を受けて PGA 伝道に長年にわたってただ一人私を指導してくれた父とこうして並んで受賞できるのは格別ですと述べた。2008年、 セントアンドリュース大学により名誉法学博士号を授与された。2015年英国 R&A の初めての女性メンバーの一人に指名された。クラブの公式ランチの席にゲストを一人呼ぶことを許されていたパウエルは友人としてフランコ・ハリスを選んだ。セントアンドリュース大学は2016年女子部のゴルフトーナメントの大会名にパウエルの名を入れた。2018年 新築した二棟の学生ホールのうちの一つに彼女の名前が付けられ、このテープカット式典ためにセントアンドリュースに帰ってきた。2019年のゴルフ産業場では父親と共に米国ゴルフ上支配人協会によるオールドトム・モリス賞が授与された。ありがとうございます。